今後宇宙に山本さんも行くかもしれませんね。さあそれでは VTR 山本拓実投手の VTR が届いています。はい、山本拓実投手が今シーズンドラゴンズからファイターズにやってきました。はい、ほんでまたね縁があってファイターズでしょ、うん、でまたピッチングコーチにほら右側にちらっと映ってる滝田久志コーチ、はい、ね、小柄の大投手だったでしょ。で山本拓実は谷本投手をすごく崇拝してたと、はい、うん、で谷本投手は武田久志さんをすごく崇拝してたっていうこのつながりがあるんですよ。ということは師匠の師匠がここにいるわけです、はい、まあ、師弟関係がこう世代をまたいで、うん、まあ、でもね、ええ、小柄ですけども身のこなしの充実があればこれだけ強い球を投げれる。なので小柄の野球少年たちこれからも大きくなるでしょう。でも大人になって自分が小柄だと思った時にはこういう選手たちを見て身のこなしを盗んでください、はい、うん、やっぱり岩本さん一般的には野球選手は背が高い方が有利なんですか。それを使いこなせればね、うん、強いものを表現しやすい、うんうん、ボールを放つ種目ですから投げるも打つもね。でそこには投げるも打つも遠心力というものがついてくるので、はい、やっぱでかくて長い方が強いものがでもコントロールしにくい、うんうん、体目いっぱい使って投げるというのがこの山本投手のフォームの特徴だと思います。今これタッチパネルでお絵かき解説せと言われました、はい、じゃあもう一回それを流してもらいましょうか、はい、行きましょう。彼のピッチングフォームについて解説します。167センチという身長です、うん、今のはスローもらえないでくださいよ。今の来るんか来るんか、さあ来ますか。しかしもうタッチパネルを使っての解説で言うと山本投手いますよね。山本投手いますよね。あれ最高のピッチングホームなんですよ最高のピッチングホーム、そういう前振りでしたか。あとはもうじっくり見てください見てください見てください。うん、もう何やったらもうタケちゃんの視線だけが気になるぐらい具体的にここがこうというのは4さん全て、うん、全てもう今の現段階でこれほぼ完璧であると。はい、で彼の場合は戻ってください戻ってください戻ってください、はい、はい、戻ってください戻ってください戻ってください、うぅー、たっ、かかとからほらかかとから入ってるでしょ。はい、これが先ほどの吉田輝星とは全く違う身のこなしを持ってるんですよ。これ歩み出しでね、進んでください。そのプレートを押した体重をかかとからまだ歩み出すんですよ。どうぞ。まだここでも歩み出して左足でそれを受け止めて、でここからテコの原理使うんですよ。うわもう足突き刺さってるでしょ。確かに左足これ今テコの原理を目いっぱい使ってるところ、そこで腕を振ってるんで巻きつきもいい。スタッ、2個戻ってください2個。これが人が真剣になった時の顔です進んでください、うん、まあ、でも目いっぱいね、うん、投げ込んでいるという。でもこうやってピッチングを見るとスパイクの刃がどれだけ重要なのかというのが分かりますね。こう左足踏み込む足はこう突っ張るイメージですか。あの歩み込んでるんですけども最終的にテコの原理使うときには壁が必要なので、うん、左足の突っ張りで壁にしてるんですよ、はい、出力の壁を左足で突っ張って最後テコの原理でボールを解き放ったときに緩めていくというね。うん、はい、結構やっぱりいろんな動作といいましょうか、うん、ところを使うんですね。球の速い剛球ピッチャーは昔からあの左の突っ張ったシーンがあります、うん、
それは特にこう身長は関係ないですか。それは身長は関係ないです、ね、関係ないですか、はい、でもアンダースローやサイドハンドは左足は曲がったままのステップで右足を送って引き寄せて終わるっていうことがあるんですよ。アンダースローはだから身長というよりもこうピッチングフォームでということですね、うん、そうですそうです、全く違うこなしになるんで、うん、アンダースローのピッチャーだと鈴木健あたりのピッチングだと、はい、踏み出した後ずっと左足が曲がったまま右足を引き寄せてますよ。うん、まあ、今中継車では鈴木健のピッチングフォーム目いっぱい探してくれてると思うんですよね。うん、すぐ出るでしょうね。今もうパソコンバッパ鈴木健って言ったらすぐ出てくるんですよ。またちょっと比較してみたいところですけど、うん、あるもう、球速でいうと154キロも今シーズンマークしたという山本匠投手、市立西宮高校進学校らしいですね。進学校の出身で、まあ、この進学とまた考えたみたいなんですけれども、うんうん、なるほど、反対する声も多かったというふうに聞きましたけども ね、うん、まあ、それは本当にもう身近な方と親身になってくれる方と話し合ってですよ、うんうん、ご両親はお背中を押してくれたと、ね、出ました。一番の理解者ですよね、うん、はい、あれだけ鈴木健也投手のホーム出してくれ言ったら僕の気をそらすためにバッティングになりましたよ。今、まあ、今中継車でねもう髪の毛チリチリでね一生懸命映像探してくれてると信じてますよ私は。もう指定もありましたけど、ね、今一生懸命山本匠投手との二分割の映像も作ってくれてるはずですよ。一生懸命一生懸命チリチリになりながらやってくれてます。チリチリになりながらというのは、うん、さあまたちょっとバッティング練習が一段落したかと思いましたけれどもまた再び始まりましたね、うん、これはね校庭練習じゃなく、うん、もしかしたら特打になるのかな。はい、うん、まあ、取り合いですよ。もう校庭練習は終えてこれからも個人の、うん、まあ、やりたい練習。おライトすぐ近くに打ち込んできましたね。タミヤ選手ですか。うん、あもうスタッフの矢野さんが、うん、ライト守ってくれてますよ。矢野さんこっち飛んできた言ってね、うん、これもライト、うん、矢野さん取れるよ矢野さん、うん、違うの、うん、タミヤ選手もこう1年前2年前は結構左方向へのバッティング打球というのが多かったイメージなんですけれども、まあ、昨シーズンの途中からぐらいでしょうか非常に引っ張った強い打球も増えてきました。はい、非常に今ライト界隈が盛り上がっております。はい、ライト界隈で、まあ、これもファイターズライブフィールドならではという放送席がライトスタンドなんかね、ひとりさんが僕投げましょうかみたいな言ってたけどひとりさんコントロール悪いから無理なんですよ今。谷地コーチがね、谷地コーチは山田コーチ、ね、あーコントロールいいわこれ、ね、バッティングピッチャーで難しいんですよ。はい。